うおーいる。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼルダの伝説夢を見る島、続きをやっていきます。あとは風の卵のところに、行く感じになりますので、またちょっとマンボウでワープしましょう。これは断片小屋からまあ普通に登っていけば早いと思うので、こいつらで何て倒してるんだいって。山に登るのはねもうすぐだから。タマランチ山、ここだけなんかやけにリアルだよね。あ、であれか、あ、間違えた。ここで曲変えらんねんだ。マンボウじゃなくて風の魚。楽器が出てきたね。ちょうどいいとこが割れたな。これ上の方が割れたらどうしてたんだろう。入れねえみたいな。風の魚は卵の中で待っておる。殻の中に入るのじゃ。いやー、入れるところでよかったよこれ。で、ここのダンジョンはね全然長くなかったと思う。むしろもうボスだけだった気がするんだよね。聖なる卵てか、いけなくね。え、どういうこと。あ、で、ここからあれか、あの見通しレンズで調べたやつだね。右、上、左、上、あと右上、ひたすら右と上を繰り返すだけ。右、上、おお、いけた。あ、飛び込めと。我らは悪夢の中より生まれいでし者。夢という閉ざされた世界に秩序を築くがため、風の魚に永遠の眠りを与えた。これで目覚めによって島が消えてしまうことはない。我々こそ神なのだ。だがお前は来た。我らの邪魔をしにな。お前には我らを倒すことはできぬ。行くぞ。うわ、呪われてる。ん？ちょっと待って。剣ではない。ってことは、ちょっとファイアロッド使ってみよう。聞くかな。聞いてる形跡がないぞ。行って。ああ、聞かないね。粉でもぶっかけてみる。当たった。これ当たったよね今。よし。てかこれさ、マジなくなったら終わりじゃん。おお。さて次、魔導士系。これ跳ね返せってこと？いいだろう。ミラーシールドの力。あれ？
ガノンドロップ戦と一緒かな。コビッて、ちょっともう一回。お、いいね。ちょっと回転切りじゃねえし、普通に剣で跳ね返せるし。あ、これはダメなやつ。なるほど、見極めろってことか。あ、いて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 、ファイヤーだけ跳ね返せるんだな。え、あれはもしかして盾かな。あ、間違えた。普通に間違えた。よし、3回で終わってくれ。弱んねー。4回か。これあの溜めてる時で見極めできるかな。来て、後ろ向いてた。意外に減ってるぞ。あ、これなんか青いっぽくね。あ、違った。で、ちょっと待って、なんか変えとこう。一応ファイヤーにしとこう。あ、聞いた。なんかこのさよ、これ一番弱いやつじゃん、もしかして。遠距離でなんとかなるっていう。早い早い早い。これこういってもさ、なんとかならない。あ、なんとかなるわ。ファイヤーロット2発撃てるかな。うん、これはどうする。ちょっと縦構えとこう。返せる。あ、当たるわ。おー、やべ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 。この間か、たっこの間に攻撃しようっていう話だな。え、どうする。1個使っちゃう。使っちゃおう。もう、え、弓矢とか。あ、ちょっと爆弾なんか分かんねえ。さて、投げてくるから、これかわして、あ、来た。え、かわした後が分かんねえ。爆弾でも投げてみる。これがかわせる。狭い。置いて、さあ来い。切れない。回転切りか。これ狭いところにいるとさ、かわしきれないんだけど。食べとこう。ほら、当たった。もうヒットミートがない。こいつが一番強い。これを一回かわさなきゃいけないのかね。厄介。あー、無理だ。うお、てか判定広くね。ここで当たんの。いや、復活が1個あるけどさ、設定いってるし。食べとこう。おお、無理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 。攻撃できねえよ。一応溜めながらでも歩く速度は下がってる。これこれでいいや。で、こっちに、で、いけないんだけど。剣が当たって溜めとくのまずいか。下で返してこ。あ、ちょっと迷った。はいはいはい。2発は無理だな。あと、あんまり近づきすぎると判定でかいから、なんか空間に当たる。この縦横、縦横じゃねえや。上下上下でかわしてこう。で、投げてきたらもうためっけ。判定拾うのひどいよな。さあ、投げてきて。ほら、オッケー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 。剣の攻撃力上がってるからね。
っと待って待って待って、今度なんだよ爆弾か。さあ来い。ちくそ、来い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 。あ、当たった今。ちょっとわかんねえダメージが通ったか。ちょっと弓矢やってみるか。こういうのは弓矢で当てましょう的な。もういいんじゃん。近づいてきたらさ、弓矢で当てりゃよくね。あ、最終形態かな。ファイヤーロットにしとこう。あ、目が開いた。って弓がいいのかさ、ファイヤーロットがめっちゃいいんだろうね。ほら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 、ゴリオさん終わった。一応ファイヤーロットが当たってるからファイヤーロットにしとこう。これガブできんの。ガブできない。俺が死ぬかこいつが先に死ぬか。意外にちょっと待って、弓の方がいいかな。どっちに行った。ちょっと待って、本当に逃げろ。逃げられん。いや無理だぞこれ。ちょっと再戦リベンジします。さてこっからだね。なんかやっぱり弓の方が攻撃力は強そう。さっきファイヤロット出したけど、でこいつさどうすればいいんだ。これゴリ押すしかなくね、まあ、回復剤はね今のところあるから。このままで、やり方は合ってるはず。ダメージは通ってるからね。あとは俺が死ぬかあいつが死ぬか、ただそれだけ。かわせないよかわせない。でしかも正面に立たないと弓打てないから、ちょっと塗り薬とあれは補充してきた。ちゃんと使う。1か。こうやって行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 って、範囲が広すぎる。やった、消えてしまう、壊れてしまう。我らの島が、我らの世界が、我らの島、我ら。最後は結局ゴリ押しだったっていうね。あ、階段。リンクよ、よくぞ悪夢に打ち勝った。上がってきなさい。こんなところまで超怖そう。どうやってこれ浮いてんだ。お前大丈夫なのか、こんな上まで来て。リンク殿、よくぞ悪夢に打ち勝った。その知恵、力、勇気は誠の勇者の証じゃ。わしは風の魚の心の一つなのじゃ。風の魚が眠る間、夢の世界を守ることがわしの役目じゃった。じゃがある時、夢の叫びから悪夢が芽生え、島を蝕み出した。そこへ目覚めの使者、つまりリンク殿が来られた。わしは信じておった。お前は悪夢に負けることのない強い勇気の持ち主じゃとな。押し付けんなよ。ありがとうリンク殿、これでわしの役目は終わった。風の魚に帰るとしよう、さらばじゃ。
私は風の魚。眠りについて一体どれくらい時が経ったのか。はじめ私は卵の夢を見ていた。やがて卵の周りに島ができ、人や動物が生まれ、世界が生まれた。だが夢は覚めるもの、それが自然の定めなんだ。私が目覚めるとコホリント島は消えるだろう。しかしこの島の思い出は現実として心に残る。そして君はいつかこの島を思い出すだろう。この思い出こそ本当の夢の世界ではないだろうか。ありがとうリンク、時は満ちた、共に目覚めよう。さあ奏でるのだ、目覚めの歌を。一瞬にして消えたな。これ死ぬぞ本当に。この後どうすんだこいつ。乗せろやマジで。あはんださ、行った木で一個の上に乗ってたら確実に遭難するんだよ。てかもう遭難してるし。クリアデータセーブしますか。はい、じゃあこれセーブしました。結局最初に戻んの。はい、というところでゼルダの伝説夢を見る島、まあ無事終了しました。まあね、ところどころ覚えてたところはあるけど、もうほぼほぼ忘れてたのでね、ボスの倒し方とかね、さすがに分かんなかったんで、結構ね、もう自分の動画全部そうなんですけど、力押しのところが多くて、まあそういうところがね、あれですけれども、まあそんなわけでね、また次回は別の作品をやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。